邪魔だ消えろこんちゃん。今日は中速シーターというものを使っていくんやけども、超上級者のねリスナーさんが、ツイッターのダイレクトメッセージにて今回紹介を受けた構築なんやけども、まあ今の環境にすごいねマッチしているというか、めちゃくちゃ強いよね。で第1弾で結構まあシータ系のデッキが流行っていて、まあボルコンにも強かったこのツインキャノン Y 版を採用した中速シーターを使っていくと。で結構そのアストラリーフ、クリスタルパラディン、ツインキャノン Y 版ってことで、こう速攻系のカードがすごい多いよね。だからこう盤面残りが悪くてもこう速攻でね押し切ることができると。でこの怒り神のゴーシュとか、それからしびれしいたけがね今回めちゃくちゃ強く、生きてくると。要はしびれしいたけのマナーゾーンで手札を捨てるというデメリットをこのアストラリーフで回収しながら戦うことができると。まあ詳しい戦い方に関しては今からね事細かく説明しながらプレイしていきたいと思うんやけども、まあとりあえずね手始めにもうデッキ紹介ねいきなりやっていきたいなと思います。エレガントランプが4枚、フェアリーキャンドルが3枚でアストラリーフが2枚、スパイラルクリッシュフィットフライダーが4枚採用で、怒り神の豪腕が4枚採用、しびれしいたけ3枚でアクアハルカス4枚、聖堂の牛が2枚でクリスタルパラディが2枚、トルネードフレームが4枚採用で、出直しなこの動き見切れるかが4枚採用、それからナチュラルトラップが2枚でツインキャノン Y 版が2枚採用と。でまあ今回このデッキの構築を使っていくんやけども、まあいろんな構築ね皆さん持ってると思うんやけども、もしね面白い構築ネタデッキとかガチ構築問わず何かありましたら、まあツイッターのねダイレクトメッセージとかリプランで送ってもらえれば、もしかするとあなたの構築がね、私の動画として紹介される可能性がありますよと。でまあ今回も、デュアプレイスやっていくんやけども、この動画がね面白いなとかね参考になったと思った方はぜひねチャンネル登録と高評価ねよろしくお願いします。さあゴールドランク1の対戦相手に遭遇していく。なんか最近自分より格下の相手に遭遇することがあるんやけども、あのさ、私はこのデュエマプレイスの界隈において、まあ、1、2を争うような強さを持っているんですよ。でそういう人間に対してね、あの勝とうっていう思うこと自体が間違ってるんですよね。要はなんだろう、その要はなんだろうな、朝青龍に勝てますかって話ですよね。プロ野球の、イチローに勝てますかって言ってるのと一緒なんですよね。ほとんどほぼ同義だから、あの俺がイチローなんですよ。いや、俺に勝てるっていうのはイチローに勝てるかって言ってるのと同じやからね。バスケ選手でいうロナウジーニョ・アルルエルやったっけね。バスケで俺に勝てるかって感じですよね。水は剣にも鎧にもなる。しかもシールドトリガー今回も触れてないけどいっぱい来てるしさ、なんでシールドトリガーばっか俺が毎回引かないといけないんだよ。先を目指すべ、オラが一番だべ。これ次のターンエレガントランププラスリーフの動きが強いね。さあキャンドルの中にお前は魂をうがつ。水は剣にも鎧にもなる。だがエレガントランプの効果をお前は見据えることになるんだ。いいね、引き裂くペン。いいね、しびれしいたけもでかいね。2シーローでいけるから面白い動きができそうやね。あ、水ブンブンとキゲムンやけどやれ。おー、まずは1枚目しびれしいたけの効果によってトルネードフレームを除外することができる。いやマジで強いな。でしかもアストラリーフの効果によって豊富なドローソースをうなぎのぼりに回収することができる。これがね中速シータの今の環境の強い構築で、でこれを手札減ったものをスリーフで回収、しかもマナーの差というものが非常に多くあると。これがねこのデッキの構築の面白いところだよね。ベーン。そして私は盤面を処理していく。でここでさらに、もうどんどん殴っていくね。うん、もう相手を息する間もなくどんどん殴っていく。そしてアストラリーフがまた来てるからまたドロソーを拾っていく。小賢しいなこいつ。運いいね。また運だけで勝とうっていうやつかこいつ。まあでもまあシールドトリガーでシェルキャノン1枚目で引くのは結構運がいい方やんね。なかなかそういうのはねめったにできないというか。確かになるじゃないか、小賢しいだ。ここでアストラリーフ来たら神、小賢しいだ。おいおい、運良くないかそれ。運だけで勝つな。
いやそれ強いな。てかアステラリーフずるいわマジで。で5000と3000クリーチャーで取りながらシールド1枚ブレイクか。痛いね痛い。でもツインキャノンワイバンいるんで、なんとかそこを返してから1000のクリーチャーでは何もできない。しかもここでまたさらにマウント取られる感じか。痛いね。運だけで勝とうっていうのが小賢しいわマジで。エレガントランプか。おーいいね。まあ1枚しか処理できないんやったらこのターンも横展開者が強そうやね。でやるならばこの辺から出るものはなんだ。まずは1枚目エレガントランププラスアスタレフィゴか。ここはちょっと回収していきたいね。ブーまずは1枚目。そして私は世界の終焉を見る。エレガントランプ、いやこれ強いな。やっぱり3枚ドローして、でしびれしいたけの効果によってマナーゾーンを回収しながら、運命の歯車を展開していくわけだ。しいたけはもういらないかな。ここは、消えてもらって、しびれしいたけからしびれしいたけを除外しながら私は新たな世界の方向性を得る。あーいい。くだらない、いけすかない、全てがくだらない。いいね。そして私はさらに顔面をしていく。お互いまあいい感じやな。これせめぎ合いがやっぱ楽しいよね。でアクアサーファーからはクリスタルパラディンが強そう。ただブロッカーがいていないと考えるならばクリスタルパラディンはもう捨てちゃってもいいけどね。ただサイバーウイルスの出来に関してはこうニコスのね、ブロッカーがいるんよね。あれが出される可能性があるから、まあ、パラディンをそこで残すかとか、ね、いろんなことをこう考えていかなければいけないわけだ。だがどんなことが起きようと私が勝つという未来の一本の道はどんな分解的な要素が含まれても変えることはできないんだ。それは地球が落下するのと同じような確率なんだよ。わかるかい。まあでもこれは突破結構厳しいっていうか、まあ盤面取るしかないよな。で盤面取るとなった時にやっぱこのねツインキャノン Y バーンとかが刺さってくると思うよね。怒り神の傷で小賢しいわ。取って取ってって感じか。まあそういう取るゲームに関してはね、お面子バトルに過ぎない。取り合いのバトルで俺に勝ったと思うじゃないよ。無駄なあがきをするだけ時間の無駄だ。面白いものをじゃあ見せてあげる。エレガントランプを生贄に捧げ、フェアリーキャンドル召喚。これで俺はブロッカーとしての機能を立ち向かいさせながらツインキャノンワイバーンを召喚することによってお前は世界の終焉を見る。まずは1枚目。止まらない止まらない。2コスで4コスのカード、玉砕粉砕大喝采。そしてしっかりここでツインキャノンでしっかり処理していく。いいね。てか怒り腕神の豪腕強くない、このカードマジで。2コスの性能じゃないよな。まあクリパラはなんか使えそうな可能性があるから一応取ってるけども、まあ手札のソースがないからな。ただツインキャノン Y1 を処理するのが結構厳しいと思うよね。しかも怒り腕神のやつも強いしね。しかもブロックすることによってドローもできる。これは勝っただろう。だがここでね勝ったと宣言することによるフラグ回収で負けるパターンもあるから、そこはちょっと考えておきたい世界の通路ではあるよね。だがどちらにせよ私が負けるという2文字はないんだよ。もうなんか最近2文字をね使ってないけども、私が負けるという2文字はない。それはなんでかっていうと構築の差があるからだよ。あるからだよ。どんな動きをしようが構築の差の時点で負けている。構築の差プラスプレイングの差というものが出ているからね。その程度の火力で私を落とせるというのが間違った。でもなんか同じようなデッキ使ってくんなこいつ。タクロな田村浩二ひとまろがなあ。文字が見えないのに文字が見えるって嘘つくから田村浩二ひとまろなんだよお前。瀬戸内寂聴がこのなしびれしいたけど、このアストラリーフのなんやろシナジー効果本当に強いよね。小賢しいなこいつ。だから7000クリーチャーは上から取られるのかこれ。もうイライラすんなこいつ。強い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 ぞ。まずいこれ。なんだこれ、なんか負けそうじゃろ、負けそうなんだか。しかもなんで2コスのカードに 7コスのカード相打ちになってんの、意味わかんねえんだけど。まずは1枚目。クリスタルキーロン Y1 を拾っていく。面白い世界の中にお前は世界の終焉を見る。現れるダークネスインフィニティ召喚。ツインキャノン Y バンの前にお前は無力と化す。いいね。でここでどういうプレイングするかなんやけど、まあリーサル怖いけど、でもまだフェアリーキャンドルは行くべきではないかな。ここをどっち出すか結構難しい点ではあるよね。ただやっぱこっちの方が強いかな。怒り神のゴーシュ召喚しながら水は剣にも鎧にもなるを玉砕粉砕大喝采。
しっかりブロッカー。いやこのなフェアリーキャンドルも本当に優秀なんね。でこれが本当に強い、怒り神のゴーシュ、こいつマジで強いんだけど。さあそろそろ決着をつけようじゃないか。この胸苦しい試合の中に決着という2文字をつけるんだ。それこそが世界が認めた構築の全てじゃないか。そうは思わないかい。まあでも7000、やっぱなツインキャノンワイバーン入ってるっていうのが面白いよね。普通の構築と違ってこう中速シーターと言われるゆえんやと思うんやけども、まあやっぱ火力のソーステムが高い面もあってね、非常に強いと。出直しな、この動き見切れるか。怒り腕神のゴーシュ戻す、ツインキャノンワイバーン戻すということは大阪市だ。金槍で戦況を変える、ブーン。怒り腕神のゴーシュ、まずいとこ負ける、負けるのはないよな。怖いね。リキッドピープル、あい、エレガントランプ拾っていく、いいね。トルネードフレーム、いいね。面白いものを見せる。エレガントランプを生贄に捧げ、とりあえずこういうカード全部消えてもらいたいよね。消えるんだ、雑魚クリーチャーどもよ。まずは1枚目、そして怒り腕神のゴーシュを召喚しながらフェアリーキャンドルを召喚していく。そして相手に進化とかされたくないんで、ここはしっかりしたプレイングしていく。ここでダブルブレーカーで相手のシールドを狙うのは言語道断、おはっとやからね。お坊さんのハゲ頭がチン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 ってなっちゃう、チンチン電車だけにね。まあちょっと10分以上も話してるからちょっと疲れてきたな、実況が。さあ早く終わりにしてくれよ、俺を解放するんだ、その全ての呪縛から、鎖から結ばれたその呪縛の世界から俺を解放するんだ。出直しな、この動き危ないな、これ恐ろしいね。これもし危なかったな、これ危ないってか、やっぱ焦らないこと重要やね。アクアサーファーとかで返す手段がいっぱいあるからね。次のターンリーサルを見せないような動きする感じか。いやこれなんかやばい線が見えてる気がするけど大丈夫か。水は剣にも鎧にもなる、バーン。まず1枚目現れよ、水は剣にも鎧にもなる。これで終わりにしよう。世界を、世界すべても飲み込むような力を俺は手に入れたい。水は剣にも鎧にもなる、いいね。そして邪魔だ、消えろ、ペーン。まあこれでシールドトリガーで破壊されたら負けやけど、敵の構築見る限り多分破壊は多分無理やと思うよね。さあ終わりにしよう、世界すべてよな。じゃマジでトリガー来んなよ、マジで思んないからよ。やめろ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 よ。あー、いい、危な、ちょっと危なかったな。でもこれちょっと爪が甘いかな。いやでもちょっと怖いね。でもやっぱ強いデッキやね。中速シーター使ってみたらいいかなと思います。